ナーリーの星空シアター開演です こんばんはナーリーの星ドラシアター案内人は私ナーリーです映画で人生が変わることもあるかもしれませんよね ナーリーの星空シアターは映画で毎日の生活がよりキラキラと豊かなものになりますようにの願いを込めておすすめの映画情報をお届けいたしますメッセージの宛先は映画アットマーク FM 那覇。jp 映画アットマーク FM 那覇。jp です今週も私が大変お世話になっている方がゲストに登場しますお楽しみくださいそれでは「ナーリーの星空シアター」最後までごゆっくりお聞きください 行くだけでタイムスリップできちゃう場所人生変わっちゃう出会いがあるかもしれない場所レッツゴー映画館ということで今回ご紹介するのはマット・ロス監督の始まりへの旅です型破りで変わった一家のお話鬱蒼とした森の中に住む家族7人父親と高校生くらいの長男をはじめとする6人の子供たちで暮らしています母親は精神の病で入院しています 携帯はなく、電気やガスも通っておらず、食べ物も狩りをしたり育てたり、自給自足で自分たちのことは何でもする、ある面無駄のない生活にも見えるんです。子どもたちは学校へも行かず、父親の独自の教育方法に従って本を読んだり、討論をしていく中で勉強をしています。知的レベルがみんなすごく高くて、ポルポトや憲法についてもよく知っていたり、 権利商店ととかかの話とかもすするんですよそ,しそれとか長男も内緒で受けたハーバードなど世界の名門大学に次々と受かるくらい頭もいいんです体力的にもすごくて岩山を登る訓練や格闘技も習得してて頭も体も優れているそんな自負心を父親も持っていて自分の教育に満足してるんです。 ある日、母親が亡くなりお葬式に出ようと街へ降りることを決意します家族で初めて下界の世界へずっと社会との関わりを持たずに生きていた彼らは一体どうなってしまうのか見ている私も不安で心配でいっぱいになりました山を下り葬儀に向かう途中いろいろな人たちが人たちと関わっていく中で彼らは自分たちが 異質な存在であることに気づいてくるんです勉強はできるけど変わっている映画を通して見ていると普通にゲームばかりしている子どもたちよりもいろんなものに興味を持つし好奇心も旺盛で彼らの方が健全な感じもするんですでも一つ変わっていることは人の空気を読むということが全くできないんです どんな場所でも自分たちの考えで振る舞おうとしてそういうのでトラブルや失敗が起きたりもします例えばこの映画のオープニングは長男が一人で大きな鹿を仕留めるシーンから始まります仕留めた後父親が出てきて今日少年は死んだこれでお前は男だと告げるんです大人になるための通過儀礼で長男はそれに合格したんです でも町に降りた時長男はある女の子に恋をしてその子はちょっと男男性慣れををしている子でで軽いつもりで長男とキスをするんです普段女の子とも全く接したことのない長男は舞い上がり女の子と母親の前に走って行ってひざまずき大真面目に大人の男として一生愛することを誓い失笑されてしまうんです。 父親を信じ父親が与えた暮らしの中で真面目に生きてきた長男大人の通過儀礼で父親から合格をもらっても社会では子供扱いをされるこのズレが笑えるシーンではあるのですが長男のまっすぐな気持ちを思うと胸が痛くなるシーンでした家族には合言葉があって「人民に力を権力に脳を」 それは父親が崇拝する言言語学者ノーーム・ムチョムスキーの言葉社会から隔離された状態で暮らしている中で人民とか男だと言われても何を基準にして男らしいのか人民に力を権力にノーをという言葉も世間の中にいて初めて発せられる言葉じゃないのかな何を基準に権力にノーと言っているのかなと思ってしまいました。 頭も良くて知識欲もすごい彼らだけに逆におかしくて社会から逃げているようにも見えるんです知識は社会への窓を広げて見せてくれます社会への窓を塞いだまま知識ばかりを持ってもどうなるんだろうと思ってしまうんです彼らの知識は全部本から人付き合いの難しさや喜びも教わるのは本から 人は生身に触れ合わないとわからないことも多いのに本でしか知識を知らない彼らは社会に出て浮いてしまうんです映画の中だけでなく社会から離れて暮らしている人たちというのは現代社会にもいますよねやっぱり私たちの目から見ても変わって見えます思想が自分たちと違う人と触れ合わないし周りに置かないと言っているように見えますよく言うのですが 物の見方って一通りではなくて同じ考えの人たちといるとストレスも少ないとは思うのですがそういったことって果たしていいのかなと思ったりもします自分たちと会わないから付き合わないそれを大きく考えると一種の差別が生まれたりいざこざが生まれたりするんじゃないでしょうか人それぞれの生き方はあると思うけど やっぱり社会と関わりを持って生きていく方がいいと私は思います知識を持つこと学ぶことそれは自分以外のために何かをするためでもあると思うんですこの映画の父親は社会の中での生きづらさを感じていて森の中に自分たちの楽園を作るという目的でこの生活を始めましたでも。 社会から逃げるのではなくて社会のために生かす社会の悪い部分が見えるのならば見えるのだからこそ少しでも良くしようとするそういうことに自分の知的さを使っていくべきじゃないのかなと思いましたこの映画で救えるかなと思った点は二つあって一つはそういう社会とのズレを知って だったら自分たちの楽園がいいとまた戻って暮らすのではなくて違う生き方を求めるんです家族が社会から逃げてしまうのではなく変化していくんです社会と関わりながら自分たちの新しい暮らしをもう一度模索していくそこもやっぱり知的だったからかなとも思います。気づき改善する知恵があった 森の中で暮らしていたんだろうけどただぼーっと暮らしていたのではなくて偏ってはいたけれどちゃんと学んでいた知識これが社会の窓を広げてくれたんだと思いますもう一つは世界世間から離れた楽園の中で絶対的存在であった父親が社会とのズレを感じいろんな人と関わる中で 自分ののの考えが間違っていいたたででではないかと悩むんんすすその姿を子供たちに見せるんですマット・ロス監督はインタビューで「この物語は個人でありながら社会の一員であることのより良いバランスを探るために常に努力をすること」「自分の間違いを認めてより良い人間になるために学ぶことについて語った映画」 と話していますいつも大きな存在だった父親が間違いに気づき迷う姿実はこれが子どもたちにとっても大きな教育になったのではないかなと感じましたちなみに楽園にいる時と迷って決断をしている時に父親がひげを剃るんですがその顔が全然違ってちょっとびっくりします。 髭を剃ってる姿も出てきて、そのシーンは父親の気持ちの変化が分かりやすく表れているし、剃った後の剃った剃る前と剃った後の顔つきの違いにも注目してみてください。この映画、見どころは音楽もあるんです。家族みんなで最後に歌うガンズローゼスのスイートチャイルドオブマインやチョコレートドーナツという映画でも感動的に使われていたザバンドの。 I shall be が流れます監督がこの映画をとても温かく繊細な作品にしたかったんじゃないかなと感じる楽曲がたくさん盛り込まれていました是非ご覧になってみてください今回はマットロス監督の始まりへの旅をご紹介しましたさて来週は「ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシー2」をレビューします以上レッツゴー映画館の コーナうんうん。Uh huh. mm hmm. でここからはゲストが登場します。ゲストは戦略塾主催沖縄大学客員教授小幡弘氏先生です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。早速どんどんお話をお伺いしていきたいと思いますが、あの経歴をご紹介したいと思います。 尾端先生1953年生まれ野村総合研究所の経営コンサルタントおよび同社ビジネススクールの立ち上げ参加などを経て株式会社インストラクツ代表取締役日本を代表する一部上場企業から先進ベンチャー企業までの戦略指導企業変革とイノベーション幹部教育に携わってきました。 で純駆動でですね本も売っていていくつか理念なき会社滅びるっていう本だとかプレジデント社から出てますそういう本とかたくさん本も執筆されております今日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えっとですね小畑先生はですね私も戦略塾で六年間お世話になってまして、ね、はいいろんなことがありましたありましたねありましたで今回はですねあの小畑先生のセミナー 5周年小畑博士戦略塾開校5周年記念セミナーでお越しいただきました、はい、実はこのセミナーはですね私も登壇するんです私はあの FM 那覇私が話すタイトルはですねナーディの星空シアター映画を読み解く戦略発想っていうタイトルで皆さんの前であの戦略を使ってあの映画批評をその場でちょっと簡単にするというものをやるんです はい、そして今日ですね、尾 <laughs> <laughs> 畑先生に私が今、お話しした、始まりへの旅、レビューを聞いて、どんな感想を持たれましたあのですね、はい、えっと一番最初のね、長男ですか、はいはい、長男がですね鹿を射止めて、しと、うん、めて、そしておやじさんがその姿を見てね。うん お前前も一人前の,あの男だと、はい、でこれやっぱりあのストーリーで起承転結ってありますよね、はい、で僕はまあこの映画見てないんですけども非常にこうなんていうかインパクトの強いね、うん、あのあこの映画のテーマっていうのはこのシーンに、えー、あるんだと、うん、だからまあ,あのナーリーの言葉を使うとですね、はい 要するにこの人たちは健全なんだけれども空気を読まないというね、はい、こうちょっとその二項対立的な話をしましたよね、うん。でその中でやっぱり健全ということがね、うん、あのどういうことなのかっていうのをね、はい、うんちょっとあの改めてもう一回あの考え直す機会になりました、うんうん。はい ありがとうございます。じゃあちょっとセミナーのですねお話とかを聞きたいんですが、その前に小畑先生は何者かっていうことをお話、対象じないですけど、そしてあげあしてあげられるしようさしようかなと思っております。で小畑先生はですねもともと野村総合研究所で経営コンサルタントをされていたんですよね。で、はい、どういう活動をされていたんですかです、ね。まあさっきちょっと紹介していただいた内容とほぼ同じなんですけどね。はい、えー、戦略っていうね。 あのことを中心にやってます、はい、でまあそれと企業の変革、うん、で最近ではやっぱりイノベーションというねあの経営でまたこの現代社会のこれはもう大きな課題でもあるんですけどね、はい、え今日の,あの映画なんかにもちょっと通ずるところが実はあります、はい。でその戦略なんですけどもね、うん、実はあの個人の生き方っていうのを考えた場合、うん、まあ個人は与えられた境遇を変えることはできませんけれども、うん、だけれども あのその境遇の中で自分の生き方を変えることはできますよねそういう生き方の問題、うん、それと同じように組織もですねあの与えられた環境の中でなかなか環境というのは変えられないんですけれども、うん、だけれどもこの自分の組織の生き方を変えることはできますよね、うん、である面そういう生き方の部分というのをよくあの戦略だと。うん でもっと端的に言うと戦略は手段だ方法だという考え方もあるんですけどね、うん、私はあちょっとそれプラスアルファでね、はい、あのニーチェという哲学者が、うん、要するに何のために生きるのかということをよく考えてる人は、うん、あいかに生きるかということであんまり困らないということを言ってるんです。そうなんです、うん、これは、ねうん、やっぱり、まあ その非常に理屈にあった話でね、うん、あの自分が何のために生きるって目的を明確に知ってる人は、はい、それはやっぱり目的が明確なだ,だけにどういう手段を取ればいいかという、ねはい、えことに非常にこの知恵が働くと思うんです、うん、そういうことだと思うんですよね。うん、で今日の映画はまあこれは戦略なんですけどもね私はだからその本当にいかに生きるかということを考えた場合 えー、なぜ生きてるのかということをよく考えないとね、うん、あのバランスがね<れ>この映画の中でも今解説でね,でね人間のバランスということが重要だと、うん、いうふうにナーリーが言ってましたけど、うん、まさにその通りでね、うん、だから目的と手段のバランスっていうのはもう非常に重要でね、うん、そういう観点から見たら結構面白い映画だなと。 いう感じはしましたね。見てないからね。まだあの。<laughs> ね、<laughs> 見てないんですけどそ,そうなんですよ。見てないんですけどここまでお話 <laughs> 申し訳ないですけど。いやいやありがとうございます。そしてですねあの渡先生は沖縄に来て沖縄大学で客員教授をされておりますが、はい、どんなんかどんな活,活動というか内容で。はい、あのー、やってることはですね、うん、あのー、実はこの戦略塾というのをね。 えー、6年目に立ち,か立ち上げまして、はい、で実はなーリそのオリジナルメンバーで6年間戦略をね一緒に学んだ仲間です。はい、でその中でですね今言ったようなそのいかに生きるかだけじゃなくてねやっぱり何のために生きるかということもこう考えていこうと。でまあ、あのー、そういう意味ではですね、えー、塾といっても、まあ、小さなな ビジネススクール、うん、それもあんまり今までなかったあの MBA を作っていくようなね、うん、そういうあのビジネススクールではなくてそういうサイエンスだけじゃなくてアートの分もね、うん、非常に重視したあ何のために生きるかっていうようなところもね、うん、あの重視した、うん、あそういう塾うビジネススクールで、うんえー、あろうとし,あのしてますでそういう活動をですね、うんえー、今月に一度ですけども、うん、大学でですね えー、夜、まあはい、夜間のビジネススクールみたいな形で、はいあのー、やらさせていただいております。えーまあ、こういう感じでちょっと見にくいかもしれません、ね。s t r e a の方はちょっとチラシも見えるかと思うんですが、えー <laughs> はい、戦略塾月に1回、ね、沖縄大学で、はい、あのお仕事が終わった後社会人の皆さんがちょっとそこに集って一緒に議論をしたり授業を聞いたりとかしてや,やっております。はい、で今今日日お越しいただいたただのはです、ね、今度6月10日に 5周年記念セミナーがあります。で私も先ほども言いましたが登壇します。で私もですね映画であの結構これを戦略の方法則を使っていまして今まで無知だったんですけど映画をみ読み解く上で役に立つ部分がすごく多いんですよね。ありがとうございます。はい。それで小畑先生は戦略塾でこのセミナーでどんなようなことを、えっと、伝えようと思ってますか？ もちろんあの戦略ですからいかに生きていくかという、ねはい、その現実的な、あ特に企業で考えた場合、うんえー、ただ環境に、うんえー、変化に対応していくだけじゃなくてその中でも競争に、ねうん、どう勝っていくかという問題があるわけです。はい、ただあの競争というのは、ね、やっぱりよっぽどよく考えないとこれも競争だけ考えたら社会成り立たないんですよね。うん、やっぱり強制とといいいうことを考えていかなきゃいけませんし 何ででもやっぱりバランスなんですよね、うん、でそのバランスを取り戻すためにもやっぱり健全だね今日ナイリーの言葉を使うと健全だね、うん、やっぱりそういうものが一体何であったかというのを思い起こす必要が、ねうん、ありましてねあの先ほどのねそのアウトラインをずっと聞いててあのなかなかね喋りいいですねこの言葉の中でねこの映像が、ね、湧いてくるんですよね。はいうん、であ健全なのというかこういう感じなのかな。はい だから鹿を射止めてね、うん、その自然の中でこのバランスを取って生きてる人間の姿っていうのが、ね、ちょっとこうイメージできたり、うん、ちょっと話元に戻りますけど軸、うん、が何を求めてるかということなんですが、あのー、ですからね軸、まあ、としてはね、うん、地上意、うん そして行ということをですねかなりよく考えるようにしてます。これはね知というのはですね考える力思考ですね。歯の思考ではありません。で情というのはですね感じる力これは感情ですね。まあ感性と言ってもいいでしょう。で意というのはですね意志やり抜く力で決する力ですね。そして最後がですね行というのはこれは あ物事をやり遂げる力で行動です。うんうん、でやはりねこのバランスが必要だと思うんです。うん、よくですねえー、っと地と行の一致ということを言います。はい、日本のね古来の考え方の中にもそういうものがあります。ただしですねこれをなしちゃんとやろうと思うとですね間にですね地上異というようにですね地、うん、と行の間にはですね非常にあの深くて、えー、深いあの深くて暗い うん、溝がありましてね、うん、そこには情の世界と、うん、その強い意志の,、ねうん、あの世界がありますですからこれを無視するとねうまく働かないんですよね、うん、特に情というのは、ね、非常に重要です、うん、ですから今何でもね感覚に頼って、えー、感性に頼りますよねこれはある面理にかなったことでねでただあ情だけじゃまずいんですよね、うん、地上異行というのがバランスを取れてるってことが重要で。うん で我々のそのスクールではね塾ではそういうことを非常に気をつけて、うん、えやっております。はい 進略塾はですね今回で6回目、戦略塾についてちょっとお聞きします今回で6回目、来年からは1年を通したビジネススクールという形になるんですよね。あの今まで塾でですね、えー、といつでも入っていいよと、かなりこの状況に合わせて、えー、プログラムをやってきました、はい、ただあ、今やってる内容はですね、うんえー、戦略経営というのを塾にしましてね。はい でその,あの12の考え方というのがありましてね、えー、これはまあ学説でもこの証明されている考え方なんですけども、うん、そういうものをいかに実践に、うんえー、使っていくか、はい、でその辺のところをですね12の切り口からですね、はい、ずっと今やってるんですがね、はい、それをベースにしながら、まあ、今回はあのー、年間を通してというその年間を通して学ぶ機能ある人うんね ですからね、あの戦略塾はですね、学歴不問であります。はい、あのー、やはり、えー、例えば大学出てなくてもね、非常にやっぱり優秀な人っていうのはもうあまたいます。うん、で実践を積んでですね、やっぱりあのー、大学院出た人よりも、うん、その実践的な能力というのはですね、やっぱりもう優れた人っていますね。うん、ですからこういう人たちに、うんえー、ちゃんとやっぱり。 えー、世界でも通用する、うん、どこでも通用するような知識を持っていただいて、うん、でこの沖縄のためにね、うんえー、頑張っていただきたいと、うんでまあ、事故の目的とするところは、ですね沖縄のやっぱりそういう人材、うん、これに貢献していこうということでありますのでね、そんな感じでもうですね、お時間が <laughs> 迫ってまいりました。は <laughs> はい、はい、はい ちょっと詳細お伝えします、簡単にですね。 6月10日土曜日に14時から18時まで沖縄大学の同窓会館で戦略塾5周年記念セミナーを開講いたします無料ですで主催が戦略塾教祭沖縄大学講演が沖縄県中小企業家同友会沖縄経済同友会ですお問い合わせは080-649-2366ネットとかフェイスブックやホームページなどでも見れますのでぜひ ご覧になってみてください。はい。畑先生、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい。もう一度ですね。あの、もうちょっと映画のこととか、その読み解き方とかも含めた。感じで、小畑先生、もう一度お呼びしたいなとも思ってますので。はい。ぜひ、ぜひ、またお越しください。それでは、ナーリーの星空シアター、ま、エンディングです。お聞きくださって、ありがとうございました。それでは、バイバーイ。ありがとうございました。<laughs>